大きなテーマはこの繊細な人ってどういうふうに暮らしていてどんなところに物を感じているのかこれは生ききづらいいいいいここととととなのかというところを考えていきたいと思います例えば誰か他者のことを思い過ぎたりそしてその方の感情を自分に投影してしまったり刺激に敏感だったり過剰に人に気を遣ったりこういう方たちは生きづらいのでしょうか 皆さんぜひ考えていただきたいなと思います自分もしくは周りにこの人繊細だなぁと思う人はいますでしょうか何かもしエピソードなどもお伝えいただければタイムラインからコメントでお寄せいただきたいなと思っていますはいパばっと話してきてしまいましたが皆さん大丈夫でしょうか そうかもなんていう佐藤由紀さんのコメントがあったりとかはいなるほどというコメントもいただいているんですけれどもはい学習で身につく場合ももああるのかもしれまませんんねとと平井さんありがとうございますえでですね皆さんからこう繊細についてちょっと情報を募集している間にですね今日は繊細さについて詳しい専門の先生をお呼びしておりますのでここからバトンタッチしていきたいと思います。今日は CSP 専門キャリアコンサルタントの三崎樹里先生にお越しいただきましたのでご紹介いたします。先生お願いいたします。はい。こんばんは。こんばんは。はい、はよろしくお願いいたします。いますはい。じゃ世の中から卒業をなくすスク